川村光信は東京都生まれの映画プロデューサー。1970年に慶応義塾大学経済学部中退。1989年に川村オフィス設立、代表取締役。1994年に青山出版社設立、代表取締役就任、映画、トレインスポッティングの原作、トレインスポッティングなどで成功を収める。 1998年、株式会社アーティストハウスを設立し、数々のヒット書籍を手掛ける。一方で、映画出資にも参画し始め、後に、映画配給会社アーティストフィルムを設立し会長に、就任。ダーレン・アロノフスキー、リン、ラムジーなどの若い映像作家を日本へ紹介。ブレアウィッチプロジェクト、君に読む物語、オペラ座の怪人。 皇帝ペンギンなどの日本配給に関わる。オキサイドパン監督作、テッセラクトなどの制作葬式を担当。2008年に映画配給会社スターサンズを設立、代表取締役に就任。イチュン・ヨル監督のドキュメンタリー映画、牛の鈴音を買い付け、配給し成功する。ヤン・イクチュン監督作、息もできないは、国内でも数々の映画賞を受賞。 ミニシアター作品として、異例のロングラン上映となり、キネマ旬報ベスト10第1位を獲得。石岡正人監督作、ヨヨジュセックスとヨヨギチュの世界でプロデューサーを、51、世界で一番小さく生まれた、パンダで制作を担当している。エグゼクティブプロデューサーを務めた、家族の国では、藤本賞特別賞を受賞し、また、同作品は、 第55回ブルーリボン賞受賞。第86回キネマ巡邦ベスト10。日本映画ベスト10第1位を獲得。以降も、エルブリの秘密世界一予約の取れないレストラン、ビルカニンガムニューヨーク、ある過去の行方、ニューヨーク眺めのいい部屋売りますなどを買い付け、配給。寺山修司原作、須田正樹、ヤン・イクチュン・ワット主演、アー、荒野。 日刊スポーツ映画大賞、毎日映画コンクール、ブルーリボン賞、日本アカデミー賞を受賞するなど、各賞を総なめにした。その後は、吉田圭介監督、愛子のアイリーンや藤井道人監督、新聞記者をプロデュース。新聞記者のプロデュースで2019年度、新藤兼と小プロデューサー賞及び、藤本賞を受賞。ありがとうございます。